ですよ。いらっしゃいませ。アンパンマンアイスにするわ。はい。お待たせしました。わー、おいしそう。いらっしゃいませ。メロンパンダちゃんアイスにするわ。はい。完成しました。わー、おいしそう。いらっしゃいませ。ドキンちゃんのアイスクリームください。はい。にする？何にしよう。私はこっち。私はこっちにするわ。はい。バイキンマンのアイスから。バイキンマンのアイスです。パンパンのアイスです。あー、冷たいアイスが食べたくなっちゃった。買いに行こうっと。あー、でも食べよう。アイスアンパンマンのアイスを。すみません、アイスください。あれ、もしかして全部売り切れ？ちょっとまだ残っていますので、ちょっと待っててください。よかった、まだアイスクリームあるみたい。全部のせですね。はい。お待たせしました。わー、ありがとう。また来てくださいね。バイバーイ。どっちにする？
コキンちゃんか、アンパンマンか。アンパンマンにする。はい。ありがとう。よいしょ。おやつの時間だから、うん、アンパンマンとコキンちゃんを片付けて、こっちにおいで。まだ遊びたい。おやつの時間だよ。このまま行っちゃおう。待って待って、パンダさんも行く。今日のおやつはテントウムシのチョコレート。テントウムシの形してるから、きっとレオもパンダさんもびっくりするだろうな。うわ、いっぱい入ってる。お皿に入れて、よいしょ。今日のおやつはなんだろうな。テントウムシ。食べる。テントウムシ食べるの？テントウムシだよ。あれ？これってテントウムシのチョコレートじゃない？いただきます。本当に美味しいのかな。チョコレートだよ。レオ先に食べて。なんでレオが先よ。怖がってるんだないよ。チョコレートだね。テントウムシかもしれないよ。こんな中にテントウムシいないじゃん。チョコレート？うん。美味しい？本当に？うん。片付けしてない子は誰だ？人形紙に変えてやる。アンパンマンも変えちゃうぞ。ごちそうさまでした。パンダさん、遊ぼう。遊ぼう遊ぼう。片付けしておやつ食べた？ちゃんと片付けないから、アンパンマンもコキンちゃんも紙にされちゃったんじゃない？二人でアンパンマンとコキンちゃんの色塗りして元に戻してあげよう。いい考えだね。ではアンパンマン、パンダさんはコキンちゃん塗るよ。では何の色にしようかな。赤。パンダさんは水色取ってよ。水色か。はい、ありがとう。
が水色だ。うわった？うん。ちゃんとクレヨン片付けたら、うん、アンパンマンとコキンちゃん元の姿に戻るかもよ。はーい。片付け終わった。片付けしようねー。